こちらサンダ市消防本部お送りしてまいりましょうこの一ヶ月の火災、救急状況、そして注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考なさってください今日はサンダ市消防本部救急課から西本さんお越しくださってますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします では早速、3月、4月それぞれの火災出動とか救急出動こちらの件数からご報告いただけますかまずは3月ですね、火災出動は何件ぐらいありました、はい、?3 月中の火災出動ですけれども、はい、3件ありました、そのうちの建物が2件、はいはい、2> その他が1件となっております。はい 救急出動はいかがでしょう救急出動ですけれども、334件、その内訳なんですけれども、火災が3件、交通事故が18件、労働災害が7件、運動競技が4件、一般不詳が61件、加害はありません、急病が210件、自損行為が1件、その他が30件となっております。そうなんですね そして救助出動はいかがでしょうか救助、はい、出動ですけれども七件全体で出動しております、はい、そのうちの火災が一件建物事故が一件 交通事故が二件、水難事故はありません。うん、その他出動が三件、はい、その他出動がすべて二十七件となっております。そうですか、ありがとうございました。そして今度は四月です。え、四月はあの現在まだ続いておりますけれども件数、はい、現時点でということで火災出動はいかがでしょうか。はい、え、四月一日から四月二十八日までの火災出動ですけれども、え、はいはい、現時点では三件、三件、はい、建物事故が一件、その他が 2件となっております。はい。救急出動はいかがですか。はい。救急出動ですけれども253件。はい。そのうちの火災出動が1件。はい。で交通事故が7件。労働災害が2件。はい。運動競技が1件。はい。一般負傷が40件となっておりまして、え加害はありません。で自損行為が2件。急病が162件。その他が38件となっております。はい。ありがとうございます。 救助出動はいかがでしょうか。はい、救助出動ですけれども全体で八件おります。うん、で火災がそのうち一件、え交通事故が三件、うん、建物事故が四件となっております。はい、そしてまたその他出度が二十五件となっております、はい。そうですか。ありがとうございます。えー、今のご報告を受けて、うん、今後どのようなことがこう見られますでしょうかね。はい。えー、救 病の件数が先月より増加すると予想されます。そうですか。はい。それははい。3月の最高気温が20.7度。はい。で最低気温がえーマイナス3.2度になっております。3月寒かったですね。確かにこういう日ありましたね。はい。で4月24日までの最高気温が26.5度。はい。最低気温がマイナス2.0となっておりまして。はい。 寒暖差がすごくありますのでそうですね、はい、体調不良によって救急指の件数が増加すると考えられていますはいありがとうございます皆さん十分にねお気を付けいただきたいですねありがとうございますそして今日ですね、はい、実は救急科から西本さんお越しくださったというふうにご紹介しましたけど、はい、この救急課実は今まであまりご紹介した覚えがないんですけどもはい。はい 今年度4月からですね、えー、三大消防本部に新設課の救急課が新設されております。はいえー、新設されたかということなんですね。はいはい、じゃあ、あの業務などご紹介いただけますか、はい？主な業務の内容なんですけれども、はい、年間を通じて職員の病院での研修や、また実習などがありまして。あはい、まあそれの調整え、はい、また、あの救急救命士の養成研修所に入校中の職員に対しての学習の指導や環境の。 整備などがあります。はい、で、またあの現場に出動する職員なんですけども、えー、救急係に属所属しておりまして、えー、協力し合いながら救急業務を進めております。ああ、そうなんですね。じゃあ新たにできたかということになるんですね。はい、なぜこれができていったんでしょうね。やっぱりこれからのことを考えてでしょうかね。はい、えー。今後なんですけども、えー、ますますの救急部門は市民の安心のためには重要になってくると思われています。そうですね。はい 業務についての内容なんですけども、えー、第一の重要な業務内容といたしましては、はい、日々の救急隊による現場活動において病気や怪我をした人に対して、はい、適切に救命処置を実施して、はい、症状に応じて迅速に病院に搬送する業務が重要になります、はい、また人の命を救うためには救命の連鎖が必要になります、はい、でまたあの4月7日に行われた消防大会 ですけれども、はい、救急ブースがありまして、はい、処分者に対しての応急処置また AED を用いた心肺蘇生法を実施しております、はい、で、また救急救命士の養成事務やまた阪神館兵庫県下での担当者会議の会議も実施しております、はい、で、また救急の日なんですけども9月9日、はい、毎年あるんですけども、はい、全国的に救急の PR が実施されています、はい でまた年間通じて普通救命講習会を実施しています。また AD これ児童体外除災動器というんですけれども、はい、え2005年に一般市民の方が使用できるようになっております。2005年からだったんですね。そうなんですね。でまたあの不通救命講習会というのがあるんですけれども、ええ、まだこれは一般の方は募集しておりまして、公募で年間5回ほど。 実施予定しております。はい、これはあのできたら皆さん一度お受けになったらいいですね。そうですね。わかっているのと、はい、できることって違いますからね。はい。でまた私たちはいつどこで突然の怪我や病気に襲われるかわかりません。はい、でもしあの目の前で誰か倒れたり怪我をしてその場に言わせた適切言わせた人がおられたら適切かつ速やかな応急手当でとうとう命が救われるかもわかりませんので、そうですね、はい。 よろしくお願いしますで、また救急通報のポイントなんですけどもあ,あるんですね、はい、ご紹介くださいで、救急車を呼ぶときの電話番号ですけども、はい、119番119を回してくださいはい、これあの分かっていても慌てると出てこないんですよね,そうですねあのとっさの場合なかなか119番を回すのが手が震えて、はいえー、なかなか現場ではで、ね、あの。 ますね、もう何番だったますよねえだた、ま、救える命を救うためにはやっぱり応急手当が必要になってきますので、はい、救急車が到着するまではどうしても時間がかかります、うん、またいざというときには大切な命を救うためにも正しい応急手当を身につけてください、はい、でこれからますます普通救命講習会の需要が高まってきております。はい で昨年度はあの救急係が中心になって、ええ、救急入門コース、はい、命をつなぐ授業を、ええというのを始めておりまして、はい、また三田市内の小学校2校なんですけれども、ええ、まずはじめ百合の木大小学校と向う丘小学校の小学生5年生を対象にして授業中に 実施しておりますすそうでか救急入門コースということで命をつなぐ事業が始まったんですね。どんんなことされるですか内容ですけれども大体約45分間の内容で分間心肺蘇生法のアニメこれも DVD があるんですけどもこれが犬の DVD のキャラクターが出てきましてこれを見ながら「あっぱくん」っていうトレーニング はい、ツールがあるんですけどこれハート型になっています。えーえー、で、これを利用してあの正確なね、胸骨圧迫を学ぶトレーニングを実施しました、うん。小学生にっていうのはなかなか珍しいですね。そうです。これもう新しい取り組みで、えーあ。じゃあ小学生がやはりこう興味を持って受けられるようにアニメになっていて、そのキャラクターもワンちゃん、えー。 犬のキャラクターってなっておりますので、はい。で、アッパ君という呼び方になってるアッパ君というトレーニングツールがあります。そうですか。これはじゃお一人ずつで練習するんですか。一人いくつかあるということ。何個かありますので。そうですね。じゃいい貴重な経験ですよね。これは今年度もされる予定ですか。今年度も小学校拡大していって、まあ増やしていく予定にしております。そうなんですか。はい。その他いかがですか。 親子さんなどでもされていらっしゃいますか。そうですね。はい。またあの親子救急名講習会というのをやりまして、ね、はい。ですね。また市内においてまた救急名の講習会がありまして依頼によって一人でも多くの命を助けるために、えー、あのエイディーあ、はい。でダミ人形を用いた心肺蘇生法の普及を実施しています。はい、えー。えー ここにありますよというのは分かっていても使い方がわからないというのもねありますからねはい。今はその自分たちでできる方法についていろいろとあの講習会もされていらっしゃるというお話をいただきましたが救急車がなかなか適切利用というのがね難しいところもありますのでこのあたりのお話もご紹介いただけますか、はい 三田市はいかがでしょう田は年々あの救急件数が増加していまして、ええ、平成29年なんですけれども救急件数が年間4021件、はい、で平成30年は4178件となっておりまして、はい、で件数は件増加となっています。増えているんですね今後なんですけどもますますあの少子高齢化が進むにつれて、ええ、救急件数が増加すると考えています。そうですね 三田市なんですけども、はい、年間約4,000件の救急事案に対して救急車も台数が予備車を含めて5台で対応しています、はい、で近年救急車の出動件数は搬送人員などはもに増えておりまして、うんはい、市民の皆様には既に救急車の適正利用をお願いしているところですけれども、はい、一刻も争う重症の方が救急車を利用できなくなる とということをご理解願いたいと思っておりますのでよろししくお願いします、はいはい、今伺うと年間大体4,000件でそれを5台で対応してらっしゃる、はいはい、ということですからこのあたりもやはり皆さんのご理解とご協力がないと本当に重症の方がもしかしたら利用できないかもしれない、ねはいはい、ということですね。そうですはい、はい また119番の通報の段階なんですけれども、はい、意識がなくなったり、えー、脈呼吸が停止している症病者の方に対して、はい、通信指令員これ119番を受ける指令員が多いんですけども、はい、そのものが口頭指導といいまして、えー、あの心肺蘇生の停止した例えば患者さんに対して、えー、心肺蘇生法を実施していただけるような胸の真ん中を手で押して胸骨圧迫をしてください と伝えて指導したりもしております。つまり119としましたら、はい、救急車が来るまでの間、そうです。はい。指導してくださるので、そのおっしゃる通りにするという方法も、はい。そういう方法もありますので指導していらっしゃるということですね。はい、はい。救急車で運ばれてこられた方の現状などいかがでしょうか。と救急車で搬送された。 人なんですけども、えー、その約半数が入院を必要としない軽症の方です。あ,あ、まあホッとすると同時に結局軽症だったということなんですね。本来あの救急車を利用する必要がなかった人もいる可能性がその中ではあるはと思います。はい、で、またためらわずにね救急車を呼んでほしい症状ですけれども、ここからちょっと皆さんね、はい、ぜひあのお聞きいただきたいと思います。ためらわず救急車を呼んでほしい症状教えてください,、はい。こんな表情が見られたら。 番連絡してください重大な病気や怪我の可能性がありますので顔ですか顔半分が動きにくいとかあるいはしびれるにっこり笑うと口や顔の片方が歪んだりろれつが回りにくいまたうまく話せないまた視野が欠けるものが二重に見える顔色は明らかに悪いとか。 という症状が顔にまず出たら、はい、ちょっとこれはためらわずにそうですね連絡してください、ね、ということですね、はい、読い,い,い、はい、顔の症状、はい、続いては次は頭ですけども、はい、どんな状態でしょうか、はい、突然の激しい頭痛でありますとか、はい、で突然の高熱で、はいはい、支えなしで 立てないくらいに急にふらついたりする症状ですこういう症状が、はい、まあ頭関連のものではないかなということで今ご紹介いただいた症状があればもうためらわずということですね、はいはい、その他はいかがですかと胸や背中のところなんですけれども突然の激痛とか、はい、で急な息切れ <A> でまた呼吸が困難 <A> で胸の真ん中中央ですね <A> で締めつかれるような <A> また圧迫されるような痛みが 例えば二三分続くとか、はい、痛む場所が移動する場合などがあります、はい。胸や背中の場合もご紹介いただきました。その他いかがでしょう。はい、あと、お腹なんですけれども、はい、突然の激しい腹痛。はい、また持続する激しい腹痛とか。はい で吐血や下血がある場合です。この辺りも一国争うということですね。手足などもありますか。はい、手足なんですけども、まあ突然のしびれがありますとか、突然片方の腕や足に力が入らなくなった場合などがあります。はい。で、はい。またあの意識障害。あ、これはそうかそうか。はい、意識障害。はい。で意識がなくてまあ返事がない場合がありますとか、または。 朦朦朧朧としているね意識がまたぐったりしている痙攣が止まらない、はい、痙攣が止まってもまた意識が戻らない場合などがあります。それから小さいお子さんとか、まあ、あのいろいろ走り回ってちょっと怪我をする場合があってやけどなんかも怖い一つですねやけどですけども、えーまあ、痛みのひどいやけどでありますとか例えば範囲が広いやけど。またあの 飲み込む場合で、ね、変なあの何か物を飲み込んだ場合、ね、小さいお子さんありますね、はい。またそこで意識がない場合でありますとか、あ、はいはい、また事故ですね。また交通事故も入ってきます。はい、はい。また水に溺れたり、うん、例えば高いところから転落、うん、このような時にはためらわずに救急車を呼んでいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。後半の方ではあの適正のあの適正に使ってくださいとおっしゃっています。ご協力もお願いしますてお話もありましたが。 後半いただいた具体的な症状お分かりいただけましたでしょうか。顔や頭や頭胸、背中 お腹手足とにかく痛みが続く急なひどい痛みこのあたりはあの適正にというにももう本当にためらわずに119番連絡してくださいということでした、はい、ありがとうございました、はい、まえ今日は三田市消防本部新しく4月から設置されました救急課から西本さんお越し下さってお話をいただきましたどうもありがとうございましたこの時間はこちら三田市消防本部お送りしました こちら田市消防本部では火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題、ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は5月23日の木曜日、午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聴きください。